こんにちは、ニュージー大好きの野沢です。ロックダウンがなかなか終わらないニュージーランドですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。前回のりかほトークの途中でしたので、早速その続きからお聞きください。あ、なんかさ、なんだっけ、世界のさ、いろんな衣装を着るところ、リトルワールドだった気がする。そこで、確かにそこ名古屋にリトルワールドっていう、その世界の民族衣装とか、世界の建物を全部そこの施設の中に集約したテーマパークじゃないけど、なんていうんだろうね、なんかそんなような類の、なんか楽しめるところがあって、そこで私たち何着たっけ、インド、インドのサリーみたいな民族衣装と、イタリアも着たよね、なんか可愛いドレスみたいないっぱい着させてもらったよね、で建物も、その国に合わせて、なんかなんて言うんだろう、ちょっとディズニーみたいな、ディズニーっぽい、なんかいろんな国の建物の中でいろんな民族衣装着て写真撮ったりとかできる、本当に海外行ったみたいな写真が撮れて、結構良かったね。良かった。結構ね、穴場だと思う、全然人いなかったよね、全然人いなかった。でも結構そういう、なんて言うんだろう、面白い施設があって、名古屋、レゴランドとかもあるよね。だから名古屋はね、意外とおすすめです、でその時はお金がなかったんで、私たち高速バスで行ったんですけど、これは香りに文句言いたい、待って何言いたいか分かる分かるよ、それ何言いたいか分かるけど、言うんでしょ、どうせ。どうぞ。これ私たちが、1年生の夏休みだったんで、出会って3ヶ月の時だったんですけど、高速バスで集合、出るの何時くらい、11時とかだったの、結構遅かった、高速バスが、そう、私はちゃんと時間通りに着いたんですけど、香りが来なくて、でも全然間に合わなくて私一人で名古屋まで行ったんですよ、最初にバスで一人で行って、香りが後から、その違うバスに乗ってくるっていう、ありえなくないですか、痛恨のミス、これはなんかその自分が、自分の最寄り駅3本通ってるんですよ、地下鉄と一つの、小田急線っていう小田急線と、もう一つ線があって、私はそのもう一個の線の時間だと思ってそこのホームに行ったんですよ、そしたら行っちゃって、って思って、でその時刻表を見たら、地下鉄の時間で、だから線がもう違うから、終わったと思って、でもその時間に乗ってれば絶対に間に合った、結構ギリギリだったよね、それもギリギリ、いつもギリギリなのか、香りって本当にそれは直さなければいけないところなんですけど、ギリギリを生きてるから、そのギリギリで乗ったら、線を間違えるっていう、で LINE をして、のりかに、もうそしたらもう普通に、バカって書きました。普通にその二文字で、でもそこから別に名古屋で落ち合ったんですけど、気まずいこともなくそうだよね、のりかは許してくれました、3ヶ月ですよ、本当にこれ絶好もんだよね絶好も本当に旅行で待ち合わせミスって、お互い違うところ違う時間に行くっていう、だって4月に会って、大学1年生で、で夏休みに旅行行って、相当やばいと思う本当に今考えたら、だからこれでもうその、旅行は、全然そののりかのね、もう海のような海のように広い優しい心で許していただきましたけども、ちょっと最初、あ、やばいなって思いました、それは本当にすいません。それで仲良くなって、ね、それはそうそんなんで仲良くなったの本当に申し訳ないんですけど、本当にこれはね、申し訳ないって今でも思ってますなんですけど、もうなんかそこで、はってお互いなんかのりかははってなって、でなんか私はこういう人間なんだなっていうのをのりかにそこでもなんか包み隠してたものが全部こうバレて、それで楽になったんですけど、嘘とかもないし、そこでもうお互いなんていうの、心が近くなったっていうか、その変なところも見せて、なんか今に至ってるわけです、この関係性は、はい、だからのりかは本当に、
最初のブログの時も、ブログっていうかこの入社のお披露目の時も言ったんですけど、全く違うんですよ、うんうん、のりかはもう真面目で、うん、あのちゃんと計画的で、うん、あの計画してないことをあんまりやらないというか、うんうんうん、そうだね、うん、なんて言うんだろう、プラン B とかをやらない、突拍子もないことを、うん、計画的にこう、うん、計画のあることをやっていくって感じなんですけど、うんうん、私はもう計画性、ま、一応作るんですけど、だいたい脱線するんですよ、ね、だいたい脱線して、うん、それが結構いいことにつながったりすることもあるんですけど、うんうんうん、そのなんて言うんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、こう道を外れて、うん、急に思いつきで結構行動したりとかっていうのが多いですね、うんうん、でもそれが私からしたら結構羨ましいというか、うん、思いつきがないから私は、うんうん、計画、自分が最初にしたことをどんどんやっていくだけっていうか、うん、っていう感じだから、え、こっちの世界来てみる？いや、でもちょっとバス乗り遅れんのこっちの世界は楽しいけど、うん、あの保険がないから、うん、あの楽しいことは楽しいけど相当何か、うん、あの怖いと思う、ギリギリを生きてるから絶対に無理だと思う、うん、それは逆に私も計画してそれをこなせるの羨ましいなって思うけど、うん、あの計画はするんですけど、うん、だいたい外れるんですよね、うんうん、いい時もあります。これは今日も香織は計画してたことが一つもできていませんでした、うん、はい、申し訳ないけど、白状すると、うん、今日はもう 100% パーフェクトなプランニングを立ててたんですよ、うん、昨日で、それをのりかにもちゃんと報告をして、うん、そう、昨日受けました、発表を。こういうふうに今日一日こういうスケジュールでいけば 100% 充実した一日になるから、うんうん、もうやるわ、うん、よしって電話切ったんですけど、うん、全く一つもうまくいきませんでした、うん、まあ、これが私です、うん、すいません、まあ今回はね、うん、でも今日ポッドキャスト収録するっていう任務はそうだ、ね、成功できてる、うん、だからよしとしてください、はいはい、次何ですか次は最近の気になる日本のニュース、はい、最近の気になる日本のニュースですね、うん、どんだ、なんだろう、まあ、あるけどいっぱい、うん、まあ、じゃあのりかからいく、私は、うん、やっぱり何やっぱり野球、うん、野球好きだねやっぱ、もう私は高校野球のマネージャーだったから、うん、高校野球、ね、今甲子園やってて、ね、なんかでも前回の社長の、うん、ポッドキャストでも言ってたんですけど、うん、あれ雨が今ずっと続いてて、うん、今日の試合もあの雨でコールド、うん、コールドになっちゃって、待って待って、はい、出ましたコールドっていうものを私みたいにわからない人もいるかもしれないじゃないですか、うん、でコールドっていうのを一回説明してもらっていいですか。今日はなったのはコールコールドって言ってて、はい、あの雨が降っちゃって、はい、試合の途中にね、はい、本当は9回までだけど、はい、8回で終わったのかな、うん、だからあの8回の時点で何対、はい、もし4対0とかだったら、うん、まださ9回でワンチャン勝てるかもしれないじゃん、うん、確かに。だけどもう8回で終わりってなっちゃったの、うん、だからもうその時点でもうなんていうの、決まったの、そう決まっちゃって負けだったの、うん、次の最後の攻撃ができなくて、かわいそうでしょ。だね、その、うん、そっちの負けてる方ね、負けてた方がね、そう、それコールドっていうの、うん、今日のやつと、あとはなんだろう、またそうコロナも増えてきたから、うん、なんかどっかのどっかっていうか東北の方の高校でコロナの子が出ちゃったみたいで、うん、そこのチーム高校が出場辞退、うんなっちゃって、もうそれもかわいそうでね、うん、本当に頑張ってきたのに3年間、うんうんうん、っていうのが最近の私の気になるニュースでした。日本の、うん、確かに、うん、高校野球はあの全然わからないけど、うん、それはかわいそうだよ ね、うん、ね、甲子園ってやっぱ夢の舞台なんでしょ、うんうん、野球してる人からしたら、うん、いやかわいそうだね、うん、それでもう3年生だったらね、うんうんうん、受験はい切り替えてみたいな、うん、いやかわいそう、ね、そうなんだ、うん、確かに
悔いが、うん、それ言ったら今思い出したけど、うん、自分の私の高校も、うん、コロナが始まってすぐぐらいの時に、うん、私の2個下の代の子たちは、うん、なんか応援団やってたんですけど、そこの応援団の子たちはその体育祭で応援するのを目標としてずっとやってきたんだけど、うん、それも結局コロナでダメになって、うんうん、あの受験生だからそのいつまでも体育祭できない気持ちはもう引きずっちゃダメだから、うんうん、体育祭なし文化祭なし、うん、はい受験やってくださいっていう、うんまあ、しょうがないんだけどコロナで、うんうん、だけどその学生時代の思い出が一個もなくなって そのね体育祭文化祭なくて、うん、受験っていう風になってたのがかわいそうだった、うん、高校って一番楽しい時だから本当に確かにね。いやでもねそういう楽しいことが一個もなくて、うん、その受験に入るって結構きついよね。確かに、うん、かわいそう、うん、そうなんだ甲子園かわいそうだね。かわいそう。そうなんだ。香りは気になるニュース。私の気になるニュースは、うん、やっぱもうコロナの話が出たんでそのままコロナに行きますけど、うん、緊急事態宣言ですね、うんうんうん、もう、 そうだね、言わずもがなっていうか、うんうん、その今今日何日だっけ8月の17日に今撮ってるんですけど、うん、ちょうどさっきあの総理が緊急会議みたいなのをやってて、うんうん、あの緊急事態宣言があのなんだっけ静岡県とか私の育った静岡とか、うん、どこだっけ何県か増えてたよね、うん、増えて追加されたんですよ緊急事態宣言、うん、あ緊急事態宣言の話じゃなかったわ言おうとしたあそうじゃん緊急事態宣言の話もでもここに出たので一回しときますね。じゃあ、うんうん、緊急事態宣言は結構増えたんですよ、うん、あの範囲が広がって、うん、来月の12日までかな、ねうんうんに増えて、うん範囲が広がりますっていうのを総理がさっき発表したのが、うんまあ、やっぱり、来たかというか、うん、緊急事態宣言がなんかもうやばいもんね最近本当に、うん、特になんかもう緊急事態宣言っていう緊急っていう名前がついてるけど、うんうん、もうそれがなんて言うんだろうもう当たり前のように出すぎて、うんうん、緊急っていうなんて言うんだろうその大変っていう事態をもうなんか感じなくなってきてるっていうのがいいなのか、うん、何回もさ、うん、緊急事態宣言出てるから、うん、なんかそれに慣れてきてるっていうかまたあれねみたいな、うん、なんか別にそんなにやばいけど、うんよくわかんないよね、うん、っていうのが多分ね多分国民の人は本当にそう思ってるっていうか、うんうんうん、緊急事態宣言っていう緊急をなんか容易に使いすぎてるかなっていう、ね、それでもうなんか多分危機の管理っていうか、うん、その危機の察知の薄さが出て、うん、もう多分これから何回も緊急事態宣言っていうのが増えてきたら出ると思うんですけど、うん、あのもうちょっとなんて言うんだろうなこの緊急事態宣言かっていうのがやっぱり薄れてきてるかなっていうのが、うんうん、なんか名前変えたらいいんじゃない何どういうと思ったらすごそうなんか大緊急事態みたいな、うん、日本地獄みたいな大地獄宣言やばそうじゃないもんそれは確かになんかね日本ってやっぱねなんていうの拘束力がない宣言っていうかそうだね、うん、ニュージーランドも出たじゃん一、うんうん、人出ただけでロックダウンするっていうこの前出てたけど、うんうんねうん、そういうそのぐらいしないと、うん、なんかいつまでもはいじゃあ緊急事態宣言ですって言っても、うんうん、やっぱり難しいのかなっていうのは思いましたね、うんうん、今回の緊急事態宣言が増えたりとか、うん、まん延防止も 何個かエリアが増えて発表されましたけど、うん、やっぱり増えるものは増えるってるっていうのが現実で、うん、それが出たからといってやっぱり自粛しない人もいるだろうし、うんうんうん、難しいですけどね。そうなんかねツイッターで見たのがなんか、うん、自宅でなんか自分の家でさ、うん、病院入れない軽症の人とかは自分の自宅療養みたいな感じでいるんだけどなんかその人がなんか保健所に許可されてないのになんか外に出て電車乗って彼氏ん家行ったみたいな。いやわかんないツイッターの情報だから本当かどうかやわかんないけど、うん、そうやばいよね。そういう人がいるとそういう人もいるんだっていう、うん、
追跡でも追跡してってことそれは。いや分かんない、なんかだからその友達の話だから、うんうんうん、友達が そうやって外出たらしいみたいなのをツイッターで回ってきたのを見て、うんうん、とんでもないね。そういうせいだぞって思った本当にそう、うんうん、なんか今の若い子たちとかは旅行行きたいとか、うん、コロナがなければって言ってるけど、うん、あのもうそういうちっちゃいことをたくさんやってると大きい旅行とか留学とかに行けないから、うん、ほんの少しでいいからちょっと我慢して、うん、これからなんかもうだって日本ぐらいじゃない、あのこれからさニュージーランドも国境が開くっていう、うん、社長がこの前ポッドキャストでさ、うん、そのロードマップみたいな、うん、コロナが出てない国は受け入れ開始考えるみたいなっていうのが発表されたってあったけど、うん、日本もそのリストに頑張って乗らないと、うん、いつまで経っても他の国に行けないっていうことになっちゃうから、うん、もうちょっとでいいからみんなが一回なんて言うんだろう、他の国みたいに一回本当に出ないでやらないと一生どこも行けないよ ね、うん、ね旅行とか。なんかそれでまた日本がどんどん遅れを取っちゃうよね、うん、世界に対して、うんうんうん、多分だいぶ遅れてるよね、うん、日本のそのコロナのさ感染も、うんうん、他の国はもうマスク外してとかも ある中で、うんうん、日本人ってマスクしてない人なんか一人もいないから、ほぼ、うんうん、電車の中とか、うん、私だってねまだワクチン受けれてない。うん、うん、確かに私も打ってない、多分お母さんも打ってないから40代とかの人も受けれてないから、うん、全然だと思う。そういうことが日本の中はなんていうのも当たり前っていうか、うんうん、他の国だったら多分もう 何倍も何倍もいろんなことがされてるんだろうけど、うん、そういうところが遅れてるせいでやっぱりなんて言うんだろう、自由がどんどんなくなっていくって遅れていってるからね、ちょっとそこは考えないといけないよね、若い人たちもなんか行きたいって言ってるけど、うん、その反面ね、分かる、本当に分かるけど、うん、そろそろもう出たい、ね、出たいよね本当にみんなそう思ってるし、しっかりしてる若い人もいれば、うんうん、ね、そうやって外出ちゃう人 人もいるし人それぞれだけど、うん、そうね、コロナがやっぱいつまで経っても話題にはなりますよね、うんうんうん、でもまあそれもその気になるニュースあったんですけどもう一個言いたいこと、本当に言いたかったことをちょっと言います、ね、うん、それは今日本で相当流行ってることとかいうか東京リベンジャーズですよ、知ってます？うん、まあ何かは、うん、私アニメ見たですよね、うん、東京リベンジャーズは今もうすごい流行ってて、うんうん、興行収入が映画やってるんだよね今、そう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 、映画やってて、君の膵臓を食べたいを越したっていう、うん、もうちょっと前まで鬼滅の刃が流行ってましたけど、うんうん、もう全然今はもう鬼滅の刃じゃないそうです皆さん日本は、うん、やっぱ鬼滅の刃はちっちゃい子がね好きだったし、ね、うん、海外でも流行ってたけど、うん、東京リベンジャーズっていうなんていうのヤンキー、そうだね、ヤンキー小中学生だっけあれ、中学生に戻ってもう大人なんだけど、うん、大人のどこの子の主人公が、うんうん、そのヤンキー集団に中学の時に付き合ってた女の子を殺されちゃって、うんうん、それをネタバレするしないしない、はい、それをなんか生き返らせるっていうか、うん、なんて言うんだろう、死なない将来にするために過去に戻る、うん、戻って助けようとするみたいな、そうそうそう、そう、ぼんやりとは分かる、うんうんうん、だけどその何一番今そこの中でも人気なのが、うんうん、人気の人がいるんですよね、うん、誰それマイキー、マイキーマイキーっていう人がいるんですよ、うんうん、その主人公ではないよね、主人公ではない、ただヤンキーグループのトップみたいな、トップね、それがもう日本で大流行りっていうか、うん、大バズりしててうん、うん、そこのなんかそのセリフの中で、うん、なんかひよってるやついるっていうやつがあるんですよ、その、うん、なんかひよってるっていうのはなんかビビってるとか、うんうん、なんかちょっと嫌だなって思ってるみたいな、うんうん、内心嫌だなって思ってるっていうのをひよってるって言うんですけど、うんうん、もうその言葉がもうどこをかしこもその言葉だけ一人歩きしてて、多分それから東京リベンジャーズっていうあれが流行ったのかもしれないんですけど、うんうん、もう本当にその何々ひよってるやついるみたいな、うん、もうそれが何でも今のね若い人たちはそれ言って、うんうん、
今大バズりしてるんですけど、東京リベンジャーズ その映画の興行収入が、うん、君の膵臓を食べたいを超え、うん、君の膵臓を食べたいっていうのもね映画なんですけど、うんうん、あれも流行ったよね、うん、流行ったね、うん、それを超えて、いくらだっけ、何億円、うん、さっき見たの忘れちゃったけど、うん、興行収入がすごいっていうのが、うん、日本のねそのトレンドはもう常に変わっていくから、ずっともう私は鬼滅の刃だと思っていたのにもかかわらず、うん、それを超えて今は東京リベンジャーズっていうアニメ、うん、映画もそうだし漫画もあるんだよね、うんうん、それが流行ってるそうです、うん、日本では、うん、だからそれをね、なんか皆さんニュージーランドにいたらなんて言うんだろう、わかんないかもしれないと思って、うんうん、東京リベンジャーズっていうのが流行ってるそうですっていうのをちょっと伝えたくて、うん、あの最近の気になるニュースにあげようと思ってました。これが本当に私の言いたかったニュースです。はい、はい、っていう、結構話しましたけど、喋っちゃった、すごい、なんどんぐらい話してる、40分も話してるみたいです。私たちもうそろそろね、多分聞いてる社長も脱線しまくりだなと思ってると思うんで、うん、ちょっとこのぐらいで話をやめたいと思いますけど、はい、そうですね、まあ、コロナが増えてるので、うん、デルタ株とかね、うん、そういうのが出てて、ニュージーランドはロックダウンがされたようですけど、うん、日本も緊急事態宣言が出てるので、うん、お互いにね気をつけて、はい、生活していければなって思います。はい、まあ、じゃあこの辺で終わりますか。はい、じゃあ今週も、聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。じゃあニュージー大好きのかほりとのりかでした。ありがとうございました。はい、今回は2週にわたってニュージー大好き日本スタッフののりかとかほりののりかほコンビによるトークをお届けしました。皆さん、コロナ警戒レベル4の間は基本的に外出できません。精神的に辛いかもしれませんが、心を穏やかに保ってこの脅威が去るのを待ちましょう。気の緩みが今までの努力を無駄にするかもしれませんので。それでは今回もさゆりーさんに作ってもらったニュージー大好きの歌とともに、また来週、野沢でした。ワーキングホリデー、留学生、ビジネスマンだって、すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。